こんばんは、エウレカです。今回はエウレカスタジオからお送りさせていただいております。こちらですね、なんでしょうかね、あんまりねこういう本とか買わないのでよくわかんないんですけど、まあ、とにかくコンテニューモーショングラフィックボリューム73ということで、マクロス特集、マクロスが作った時代ということで、まあなんか月刊誌かなんかですかね、ちょっと、そんなのところでマクロス特集が組まれているということなので、雑誌の方を買ってみました。これいつ発売なんだろう、お値段の方が1200円税抜きとなってございます。これね、2021年10月4日、第一版発行ってなっておりますので、10月4日、でもなんか9月末ぐらいになんか発売されてたような気がします。はい、まあ、そんな感じで、こちらの方をレビューしていこうと思います。まあね、ここら辺ちょっといろいろね飾っておりますけど、劇場公開がもう明後日に迫っております。しかも明日には本家さんですね、マクロスチャンネル、あとはショールームかな、マクロスは止まらないの方で、本編の5分29秒かな、冒頭5分29秒が見られる、まあ、そんなイベントもやるということなので、いろいろと本当に盛り上がっておりますね。こういったいわメディア展開もして、まあ、いろいろと宣伝されていらっしゃるようなんですよ。でこれね、内容にもちょっと劇場版にね触れるような情報を、あとは裏話的なところでちょろちょろ書いてあったので、まあ、なかなか面白いですよ。丸々お見せすることはできませんので、まあ、ちょろちょろっとね、中の方を、まあ、こんな感じでしたよっていうのをお伝えしていこうと思います。でちょっと話はそれんですけど、こんな感じですね、受け取ったチラシなんですけど、100円ショップで売られております硬質カードケースっていうのに入れまして、いやこれいいですよ本当に。はい、なんかチラシとかそういうのの保管するのに、この100円ショップ行ってみてください。いや、しっかりとね、保存しておくことができますのでね。では本題の方見てまいりましょうか。まあ、結局ね、その月刊誌でマクロス特集っていうだけなので、それ以外のこともね、なんかいろいろこう載ってはございます。ここら辺が目次かな。はい、ここら辺が目次ね。いろいろ載っておりますけど。何なんだろう。デルタの劇場版公開がメインのはずなのに、シェリルさんとランカちゃんが、なんかボーンと、表紙もそうですよね。まあそっか、マクロスが作った時代ってね、まあ一応、全部、マクロスシリーズ全部に関してのことがね、こうずらずらと書かれておりましたのでね。はい、まずは、これね、なかなかありがたいのがね、この年表的なところを載せてくれてるっていうところ、これはなかなかいいですよね。マクロスゼロか、一応、劇中の西暦としては2008年、初代マクロスが2009年から2012年、で、マクロスプラスが2040年の時代にやったっていうので、ね、この年表がね、ちょっともう一個ありまして、後半の方ですね、マクロスセブンとかの年表もこんな感じで載っておりまして、セブンが2045年だから、ちょっと待ってくださいね、行ったり来たり。マクロスプラスと比べると、たった5年しか差がないんですね。初代マクロスからマクロスプラスまでの年代は結構飛ぶんですけど、そっから先はね、プラスから5年後がマクロスセブン。その14年後がフロンティア、その8年後がデルタ。意外とね、マクロス7、フロンティア、デルタ、ここら辺はね、あ、まあ、プラスから行こうか、プラスから以降はね、意外とその作品の年代も近く設定されてるようですね。まあ、こういう風に載ってるの、まあ、なんかネットで調べればね、それこそすぐ出てくるんですけど、まあ、全部覚えてるわけにもいかないですし、まあ、こういうふうにね、パッと見られるように書いといてくれてるのはありがたいですね。で、ここからが作品紹介に入っていきます。まずは、マクロスゼロの紹介からですね。まあ、1ページにわたって、記者の方がね、こう、紹介文を書かれてらっしゃるんですけど、あのね、正直、全編を通して、大体言われてることがね、異質の作品とか、特別な立ち位置とかね、大体どの作品にも書いてあります。マクロスプラスもいきなり特殊な立ち位置でも書いてありましたね。まあ、
そうですね、時代を遡るような感じで描かれたストーリーですからね。まあ、後付けって言っちゃ後付けなのかもしれないけど、でも東方、戦争があったっていう、まあ、事実ではある。まあそんな感じでしょうかね。まあ、あの作品見てらっしゃる方はもう内容全然、もうすでにご存知かとは思います。で、次が初代マクロス。これがね、3ページにわたって、まあさすが初代ですね、かなり力込めて、レビューされていらっしゃいますね。3ページにわたってレビューされております。でね、まあもちろんこういう風にね書き出すからこそ、ね、悪くは言えないですよね。まあいや、作品を称えなければいけない。まあそういう風に書かれてるんですけど、まあよくよく言われるね、この初代マクロス、36話かな、全36話、なんか 30何話かな、確かあったんですけど、で、もともと27話だったかな、27話ぐらいで、終わる予定だったのが、あまりにも人気がありすぎて延長したんですね。で、その延長した部分がなんだかんだ打作だったみたいなことは言われてたりはするんだけど、実はその延長した部分によって、その後の作品の基礎が築かれていっている。移民計画、まあそういったね、第1次移民船団、調査船団、移民船団、なんかそんな感じで、ミンメイとミサさんと、ヒカルくんが結局バラバラで飛び立っていっちゃいますよっていう、そういう設定だ。地球から出ていくっていう、そういう設定も、その後半の、追加された部分で出てきたものであって、そこの要は延長されることがもしなければ、27話で、初代マクロスが終わっちゃってたら、その後のセブン、フロンティア、そこら辺のね、物語が作られなかった可能性もあるっていうことが書かれておりました。ああ、なるほど、そういう考え方もあるんですね。はい。で、次、劇場版の、初代マクロスですね。ちょっとね、これ誤植なのかね、ちょっと発売時期、1992年 OVA、全6巻、なんかコピペしたのか、なんか間違えたのか劇場版なので、6巻ないはずです。はい。1ページにわたってレビューされております。で、次、マクロスプラスですね。いろいろとやっぱこのマクロスプラスは、まあ、マクロス好きには人気が高いんでしょうかね。ここのレビューに関しても2ページにわたって、しかも2人の方がね、交互にレビューを書いていらっしゃいます。なかなかちょっと、これも面白いですね。いや、本当に面白かった。最初ね、見たとき、全然、なんか、理解できなかったんですけど、2回見て、ようやく、あ、なるほど、そういうことだったのかなって、ようやく理解できました。はい。あと、ちょいちょいコラムと言いまして、なんか、そのストーリー紹介と別のことが書かれております。これは、まあ、歌の重要性みたいなことで、コラム、ここ書かれておりますね。はい。次に来るのが、マクロス7。これはね、1ページしか書かれておりません。でもね、ぶっちゃけ言うとね、結構ボロクソ書かれてるような気がします。これ、もうセブンに関しては。うん。延々とね、50話見させられたみたいなこと。バサラがただただひたすら歌い続ける50話をっていう、付き合わされてって、そんなことが書かれております。あと、ま、この人の受け取り方にもよるんですけど、三角関係は、バサラとスキンヘッドのおっさんと人外少女の3人の三角関係、え、そうなのみたいな、そうだっけって、そこ三角関係じゃなかった気がするんだけどなってちょっと思いましたけど、まあ、このコラム、ね、レビュー書いた方は、まあ、そういう風に受け取ってらっしゃるということで、まあいいと思いますよ、ね、一つのアニメ、何万人程度から見て、何万人の角度でね、見ているわけですから、うん、スキンヘッドのおっさんの三角関係、ね、そういう風に見る人がいてもいいと思います。コラム、またコラムが入って挟んでおりますね。マクロス7の音楽性に関してというのが書かれてますね。この頃は、ザードやワンズ、ティーボラのオーグルマックといったビーイング系と呼ばれる。さらには、TRF、篠原涼子、アムルナミエから、TK サウンドという中で、このマクロス7というね、ちょっと古、80年代のアメリカンロックスタイルみたいなのをね、フューチャーしたような、そんな楽曲が、ね、作られたんですっていうのが、なかなか面白いアップデート、またこれも書かれております。
次がフロンティアですね。フロンティア2ページにわたって書かれております。まあここはそんなに突筆して言うこともないかな。まあ特にね、本当にね、最近有名な作品でもありますからね。でコラム3、マクロスの、戦闘シーン、要はバルキリーの変形のね、そういったバトルの、進化といったところが書かれておりまして、はい、来ました、最新テレビシリーズのマクロスデルタ、レビューがたったの1ページです。マジかよ、マジかよ。劇場版やるのに、なんでデルタのこのテレビシリーズたったの1ページで終わらせちゃうの。もっと書いてよ。まあ言ってもしょうもありません。まあそんな感じです。で続きまして、マクロス2ラバーズアゲン、1ページ。おいおいおい、デルタと2同じ扱いかよ。なんかちなみにちょっとマクロス2見ておりません。ちょっとレンタル屋さんに置いてなくてですね。なんか配信とか探せばそこら辺で見られるのかもしれないですね。まあそのうち見ようかなと思っております。でね、ここでもやっぱりマクロス2に関してはいろいろこう言われてるけど、まあ素晴らしい作品なんですよっていう、レビューが書かれております。もともと原作であるスタジオヌエが参加していないので、マクロスの続編だけど別物であるっていう、そういったところがあるんですけど、三木本さんが絵を描いていて、まあ、素晴らしいね、描き込まれた絵があったり、その歌が戦術的に使われる、まあ、そういった要はフロンティア、まあまあ、要はセブンとかですね、セブン、フロンティア、デルタ等に、繋がっていくようなね、その内容が、あ、ここに OVA 全6巻って書いてあったな。さっきの、愛を覚えていますかの、その、OVA 全6巻ってのはここのコピペだ。多分ここからこう、マクロス6巻編成だったんですかね。ちょっとわかんないですけど。見てみようと、そのうち見てみようと思います。まあ、しっかりとそのマクロスの基盤を築いた一つの作品であるんですよっていうことが書かれております。コラム4、フロンティアデルタに関してのマクロス音楽に関してコラム2ページにわたって書かれておりますね。次が、アーティストさんのインタビュー、アーティスト声優さんの、ね、インタビューが書かれております。まあ、ここら辺からね、ちょっと劇場版だったり、そこら辺に関する情報がちょろちょろとね、書かれておりましたので、まあ、そこら辺を簡単にご紹介していこうと思いますね。まずは、ランカちゃん役の中島、めぐみさんのインタビュー。2ページにわたって書かれておりますよ。中島さんがね、おっしゃってるのが、劇場版のさようならの翼、これが終わった後に、ライブを、フロンティアのライブが行われていないと。だから、いや、さよつばで使われた楽曲はライブで歌ってないから、ちょっと心残りなんですよ、とおっしゃってるので、11月の、ギャラクシーライブ、リベンジ。そこら辺で、さよつばの楽曲が歌われる可能性がちょっと出てきますよね。うん、そこら辺を歌いたいっていう気持ちがある、でしょう。あとは、なんか好きなシーン。うん。さよならの翼の告白シーン。そっからの放課後オーバーフロー。放課後オーバーフローじゃきっと歌ってくれると思いますよ。次のライブで楽しみですね。はい、次が、シェリルの声優さん。声シェリルって言うんですかね。遠藤さんのインタビューが書かれております。ここでね、劇場短編に関してのちょっとコメントがね、個人的にはさよならの翼で満足してたんですけど、あの終わり方でね、とても良かった。だけど、今回の時の迷宮では、もっと先が見えるような、もっと明るく眩しいっていう、そんな感じの終わり方だったみたいなね、そんなことをおっしゃっております。なんか、ハッピーエンド的な感じなんでしょうか。そんな空気がね、ちょっとこのインタビュー見てたら、ちょっと見えてきますかね。で、シェリルの歌役、メインさんのインタビューですね。でここら辺でね、まあ、とっても好きな楽曲っていうので、メインさんが挙げてるのが、リーベ、幻の光。この楽曲がですね、メインさんが、菅野さんか、菅野さんに、お願いして、作ってもらった楽曲らしいですね。なんかね、女の子っぽいシェリルの女の子としての、歌を
でお願いをしてなんか作ってくれた楽曲らしいのでね、まあ、ここら辺もまたライブで歌ってくれるのかも知れません。さあ今度がデルタ、ワルキューレメンバーのインタビューですね。まずはプレイヤー役の鈴木みどりさんのインタビューで、ここでねちょっと裏話的なところ、劇場のワルキューレ、もともとね、テレビシリーズ終わった後に劇場のワルキューレテレビ版の、まあ、再現性的な感じの劇場が作られたんです。公開されましたけど、その制作がスタートした時点ですでに2作品作りますよっていう話をなんかやんわりとスタッフさんから聞いてたらしいです。そうだ、もう劇場のワルキューレがやる、もう最初からもう次やるつもりで作られてたらしいですね。まあ、劇場のワルキューレの公開から2年半ぐらいかな、2年半ちょっと経過してますけど、まあ、ずっとね温められてきたもの、明後日から見られるようになりますから楽しみでございます。次がかな、お、三雲さんが来ないんですよ。そう、次かなめさんなんです。安野清野さんのインタビューですね。一番お気に入りな楽曲は、まあ、ミラオン、ここがね、好きだということで、5人で完成する、歌もね、ダンスでも、誰かかけても成立しない、5人で完成する楽曲が増えたっていうイメージでミラオンが好きですねって、安野さんはおっしゃっております。次がレイナ・プラブラー役遠山さんのインタビュー。これね、ちょっとここでは劇場版のことでちょろっと触れてるんですけど、ボーグさんの親近感が湧いてきましたよね。映画ではどのように登場するのか注目していてください。なんかちょっと煽ってきますよね。ボーグさんの登場をお楽しみにということですよ。いやー楽しみです、本当に楽しみですよ。で次、牧野中島役の西田のぞみさんですね。こちらの方もね劇場版のことにちょっと触れてるんですけど、新劇場版の方で触れてるんですけど、牧野のねファンサービス、ここをちょっと見といてくれということです。劇中にちょっとした仕掛けなども含まれているので注目していただけると。そう、なんかね巻きながら何かをするのか、もしくは西田さんがなんかねちょっとアドリブかましたとか、なんかそういうのがあるんでしょうかね。マキナのファンサービス、なんか注目しておいてください、ということです。はい、次、三雲さん、三雲リングメール役の小清水亜美さんですね。いや、このね、小清水さんのインタビューに関してはね、ほんとね、突筆するところがない。悪い意味ではなくて、いや、うまくかわして、なんかね、うまくかわしてるっていう感じがあってね、深くまで突っ込んでこない。でもね、なんかね、一番、このインタビューの一番最後のところに、ちょっと最後に三雲として、みたいな感じでね、ちょっとコメントが入ってるんですけど、私はずっと覚え続け、掛け声、神々。私はずっと覚えている、覚え続けている、掛けがえのないこの時を。まあ、このね、メッセージがどういうことを意味するのか。ちょっと楽しみですね。なんか、こう、うまく掘り起こしてくれてないです。このインタビュー。はい。次が歌役の、ジュンナさんですね。これ劇場版の方のちょっと触れる内容としては、歌をね、劇場版のために撮り直しした歌があるということで、まあ、もちろんその CD 用に撮ってるもの、で、劇場で流すために歌うものっていうのもあるけど、まあ、今までの結局歌を、CD をそのまま、劇場の部屋、BGM 的に流すわけではなく歌い直した曲があるということなので、まあ、そこら辺しっかりと、聞いてほしいっていうことです。で、特にジラフブルース、まあ、これはテレビ版の話なんだけど、CD で歌ってるバージョンとアニメ用でね歌い直したバージョンは全然違う気持ちでね、より深い気持ちで、歌っているから、ぜひねそこら辺も感じてほしいなということです。あとね、デルタ
の楽曲で、ワルキューレの曲で何が一番好きですかって、ワルキューレアタックが好きっていうふうに書いてまして、実はね、これ、振り返ってみると、純奈さん以外にも、西田さんも、遠山さんも、ワルキューレアタックが一番好きっておっしゃってるんですよ。ライブの時にテンションが上がるからって。ワルキューレメンバーの中では、ワルキューレアタックが、なんか人気みたいですね。はい。こんな感じで、50ページ強にわたって、いろいろとレビューとかですね、インタビューが書かれておりました。まあ、なかなかなボリュームですね。もうほぼほぼこの雑誌の半分ぐらい消化しちゃっておりますのでね。はい。あとは劇場公開しますよっていう宣伝、ブルーレイボックス発売中ですよっていう宣伝されております。ネウレカ買ってくださいね。はい。こんな感じで、マクロスが作った時代。まあ、なかなかね、面白い内容ではございました。しっかりとね、隅々まで見たいっていう方は、まあ、ぜひね、本屋さん、もしくはネット通販で買った方が早いのかな、こういうもの。ちょっとよくわかんないですけど、まあ、エウレカもネット通販で普通に買いましたのでね、気になる方はぜひ検索して、買って読んでみてみてください。そうしましたら、今回は、これにて、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。